任天堂、ゼンバイヤーに大勝利。任天堂、有機EL モデル10万台、出荷。ゼンバイヤー、はいはい買い占めます。任天堂、また10万台。ゼンバイヤー、え？任天堂、さらに10万台、ゼンバイヤー。ゼンバイヤー、もう回収しきれないんで辞退します。氷、はい、抽選販売で当選自体が多数起きてますんで繰り上げ当選しますよ。最高の転売対策やこれは。今は有機EL 版も普通のやつも Amazon で買える。転売やアイララで草。ちぐわー。転売やさんは負けてないんだー。うちの業界でも小出し出荷で転売ガリやっとる。小出しで転売やかるってブラックリスト作りつつ販売拒否る感じ。それもあるっちゃあるし単純に玉数を見せないことが転売側のリスクになる。もうヨドバシで普通に買えるしな。生活必需品を買い占めたり転売するのはあかんと思うけど、ゲーム機みたいな別になくても生きていけるもの転売すんのってそこまで目の敵にされるものでもなくないか。その生活必需品でなくても需要があるんやから。一理ある。メルカリで4万円で売られてるけど買われてないな。そやす1000円高いぐらいならメーカー保証100つく正規品買うやろ。スーパーファミコン発売当時の小学生はい、スーパーファミコンありますか？おもちゃや店主、ない。ポケカも転売価格がチンカスになるくらい販売しまくってくれてる。ほんまありがたい。なおプスゴ。未だに都心のお店ですらガツに1、2台入荷できるかわからんって状態みたいやな。30万台売られたんか。小屋回収できんやろ。転売って実際儲かるんか。儲からなきゃ誰もやってない。ちゃんと見る目があって節度をわきまえれば儲かるんちゃうか。ただ限定生産のものでやるべきであって、企業の計画次第で増産できるゲーム機とかでやるのはアホだと思う。ものによると思う。まあもろもろ費用加算で言うほど儲けないらしいけどな。通販してません。現地で限定数の販売ですってもんなら転売やから買うのもまあ理解はできる。それ以外は買うやつがバカ。これやな、地域の特産品とかそこでしか買えないものを売るのならまあわからんでもないが、たくさん売れる需要のあるものを買い占めて儲けようとするのはなんか違う気がする。こうやって何回かに分けて売れば転売も勝ちなくなるな。PS5 は面白そうなゲームを出さないことで需要を下げる転売対策しているぞ。約束されし新ゲーのエルデンリングが出るんだが、中古販売業者との違いにも言えることやな。流通経路作っとる人らとただせき止めとるだけの外注を一緒にするやつの多いこと。うちの近くにある模型屋さんもな、新作が出たらわざと少ししか店頭に出さないんだよ。出荷されたのすべて店頭に出したら朝一に来る転売屋にまとめて買われるから。そういうおもちゃ商品って子供も買うから会員カードや身分証提示を求める転売対策しちゃうと子供が買いにくくなってまうからそうするしかないんやな。メルカリで PS5 が8万ぐらいで売られてて、それを買ってる奴がおるのが驚き。転売ヤーは買えない人の代わりに買ってるサンタさんだって転売ヤーが言ってたぞ。サンタはプレゼントを受け取る子供に金銭要求しないやろに。転売で利益出た、みたいなの見とるとやりたくなるけど、実際ちゃんと満足できる利益で取るの一部だねなんやろな。基本的にコスパ悪いし安定感ないからな、よっぽどうまい奴じゃないと。ゲーセンで200円くらいでフィギュア取れたとか、そういう棚ぼたデータモンを転売するとかでないと得しにくいんやない。ワイクレーンゲームうまいから家にフィギュアがどんどん溜まっていくわ。昨日は持って帰るのめんどくさかったから1000円くらい Y の前に使ってた外国人にプレゼントした。優しい。スイッチ、PS5、ポケモンカード、ガンプラ、地に転売屋の餌食になるのなんやろな。スチームデックかな。なんやそれ思ったらすごいの出るんやな。ただかなりでかくて重たいみたいで持ち歩くのに適してるかというと疑問視されてる。プラモとか店も普通に売るのアホらしいやろ。メルカリに出せば倍以上の値段で売れるんやろ。転売や容認してたプラモの雑誌記者もパイプ利用して横流ししてたんじゃねえか疑惑もあったな。グラボ、最初から定価以上で売ったろ。転売は転売や以外の全員が不幸になるシステム。新しいハードでいねえかなとか思っちゃうけど、出たら出たで買わにゃいかんから困る。なんやこの矛盾。おそらく転売歴浅いやつが売り方もわからんまま、買い占めてる現象がここ最近の売り切れ騒動の実態や思う。最近ちょいちょい儲かる商材教えますとか、買い占めツール売りますとか見かけるし、ガチの転売屋はこういう路線に切り替えたんかもな。在庫抱えて爆死するリスクもねえからな、頭いいやつはそっち行く。と言ってもカモも有限だからそのうちそっちも頭打ちやろな。ソニーの唯一の功績は面白いゲームを出さないことで PS5 いらないんじゃねってことに気づかせてくれたことや。あとソニーが不運なところは、PS5 発売と同時に PS4 関連のもの全部一斉に作るのやめたことよ。PS5 が市場にないのに PS4 本体関連で故障したら終わりという。で PS4 関連のやつも値上がりしていて転売屋からしか買えないという。任天堂、転売屋に買い占められる。ひたすら大量生産すればええだけやろ。ソニー行き。規模の大きい海外を優先してるだけだから。日本の客、PS5 はソフトないから買わないっす。海外の客、PS5 はソフトないのに誰が買ってんの。ゲーム会社、誰も PS5 持ってないんで PS4 でも出します。PS5 ソフト売上1位のバイオ8さん、PS4 だけでも不安なんで Steam に逃げときます。
PS5 ソフト売上3位のアライズさん、Y も。PS4 と PS5 専用の予定だったグラブル RPG3 最近 Steam にも出す言い出したな。UTL モデルそのものがバイヤーを殺す任天堂の罠だった説。